FM93.0 AM1242 日本放送です。中川家 The Radio Show。 日本放送機の皆様どうも、中川家のレイジでございます。剛です。今週も始まりました、中川家 The Radio Show。 今から3時30分までの生放送でございます。お願いします。お願いいたします。もう寒くなりましたね、今日から急にね。寒いですよ、本当に早く過ぎないですかね、この寒いのがね。しばらく続く、2月はもうずっと寒いで、多分、ね、本当にね、寒いですけど、寒い中ね、本当に、いやー寒いですね。寒いですわ。先週は間に合いましたか。あ、大阪ね、間に合いましたね。エンディングね、地下、あ、駐車場ね、1階の駐車場から猫と私と、はい、スマートフォンっていう、ね、うん、イベント、そう、猫のね、画像を見るだけのイベントなんですけど、盛り上がりました。盛り上がりました。結構配信見た人とかね。あ、配信もやりましたわ。やって、そうそうそう、メールくれてます。この方、つくば市のゆうこさん、はい、仕事で見始めるのが遅くなってしまい、30分以上経過した途中から見たんですが、スタートしてうつむいた皆さんが疲れた表情でずっとスマホをいじってるだけの、そうですね、まるでフリーズしてるかの映像、もう可愛い猫のネタ切れと、少しがっかりしたんですが、そこでまさかの展開。徳井さんがきっかけで久保田さん暴走し、剛さんのみんな猫やぞが不利になり、どんどん出てくる猫じゃない写真。もう最高すぎました。気がつくと家族全員でノートパソコンを覗き込んでゲラゲラ笑ってました。また次回も配信よろしくお願いします。関係ないね、写真も。もう猫関係ない写真。ほら、芸人でよくあるでしょ、あの、うん、よくぶっ潰れて、ね、もう飽きてくるやつ。はい。もうええかってやつね。もう猫関係なくてええかみたいな写真を出したりね、してましたわ。な、見に行った人とかもね、みんなそれがもうびっくりして。もうなんかもう、写真フォルダの大喜利イベントっていうね、感じで。そうですね。やってたよね、この方、のんきなのんさん。そんなことをやってまして。間に合わない。4分前でしたっけ。そうですね。着いたんで。NGK の袖に。新大阪着いたら、新大阪のタクシー乗り場が今度混んでんね。ほんで、あの、大荷物。はいはい。持って、ほら、で、タクシーが2台止まんねん。うん、だもう1台の方乗ったらええのに乗らへんねん。あ、腹立つね、あれ見てたらもう、乗れよ、後ろ、ええねん乗って。だ、新大阪でね、乗ったことある人分かる思いますけど。2台ずつ来んねん、タクシー。そう、2台ずつ来てね。ほんで、2台目後ろ来たらそれ乗ればええ。乗れ、待ってんねん。目の前車で。もう車で。イラする。だ、新幹線は間に合ってもね。だ、もう、うん、何人かもう、うん、サーフボードみたいな、スノーボード、ボードみたいな持ってる人おるか、もう、もたもた、もうタクシーに突っ込むのに、もう縦に入れたり、斜めに入れたりとかな。はい、あれがなかったらもうちょっと早くついてたんですけど。腹立つね、あれ。あそこね、あそこいっぱいになるともうね、時間、係員の人がおらんから、今。もう。ね、昔はおったからね、どんどん乗りゃええやんが、もう、腹立つね。で、また、外国人の人やから、また通じひんからさ。ああ、また言葉がね。大荷物、なんとかならんかな。ね、タクシーが、ちょっと後ろがボンと大きくなって乗りやすくはなったもののね。はいはいはい。まさかスノーボードを持ってる人がおるとは思えんもんね。あれやっぱ冬やから。そうやね。スノーボードね。西に何しに来んのかな、スキー。と思うんですけど、まあそんな感じでね、やってましたけども。で、4分前へ着いたもん。始まる。そうですね。4分前ですね。そのままスマホ持って出て行きましたけど。うわ、まあそんなイベントでしたけどもね、楽しかったです。はい。猫のイベントでした。猫のイベントやもんね。はい。猫のイベントやもんね。そうですよね。でもそうやって崩れていくよね。もうしょうがないよね、こればっかりはね。そうなんですよ。関係なくなってくるんですよね。一回ね、そっちで受け出すと。面白写真を見せたいってなってくるんですよね。ああ、そう。多分普通のあれ、俳優さんやったら猫のイベントやから、もう猫の写真を真面目に一枚一枚、ちゃんと整理して見せるんでしょうけどね。もうええ加減なもんですわ、芸人は。普通の家の写真とかそういうことね。だからくつろいでるとき、ね。くつろいでるときのね。おっさんのどうしようもない顔の写真とか。でも面白かったですよ、そういう。あ、盛り上がって、それはそれで。だから、改めてあんだけ死んでるんですよね、普段の顔って。みんな芸人ってね。あ、みんなそう意識してないよな。死んでんねん、顔。最低の顔です。
もう何にも仕事してへん人みたいな顔をしてますから、そういう写真。猫をメインに撮ってるらしくて、うん、その後ろに写ってる自分はあんま関係ないというか。なるほど、なるほど。ほんならもう完全気抜いてるっていう。気抜いてる顔が面白いんですよ、それが意外とね。なるほど。まあ普段出るときはどれだけ切り替えて、顔もくっと変わってるかっていうのが。大画面でね、それを見るから余計面白かったっていう。NGK やからね。NGK やからね。でかいもんね、ほんまに。いや、この間なんかドキュメントみたいなの見ててね。はい。80過ぎた老夫婦でね。うん。お父さんがまだ仕事してんねん。お配達の。80で。80過ぎて、うん。トラック乗ってんのよ。うん。で、お母さんがね、うん、その、お父さんが帰ってくるかどうか、そわそわしてんのよ。うん、うん。で、インタビュアーみたいなのって、お母さん何そわそわしてるんですかって心配やから。あ、もう80も過ぎてトラック乗ってるから、うん、うちのお父さんは、今日ほんでちょっと遅れての帰ってくるのが遅いからな、うんうんうん、あ、そう心配ですよね、うん、とお父さんにそういうふうに言えばいいじゃないですか、もうそろそろトラック乗るのは、うん、って。いやいやいや、そんなん言うたらもうお父さんに怒られるって、なんなんあの年代のなんで怒られんのお父さん。よう言うな。言うやろ。よう言う。お父さん心配やから、もうそろそろトラック乗んのやめたらって、言えばええやん。言えばええ。ほんで、悪いことちゃうやん。そう。ええことやん。どっちかというと、心配事で、うんうん。いやいや、もうこんなこと言ったら怒られるわ。お父さん。よう言うよ。何を怒られんねん、あの年代。おばちゃん、絶対言うな、おばあちゃんとかな。すごい、すごい引いてるよね、あの年代の女の人って。ああ、まあ旦那さんを立てて。立ててね。そう、確かに。もう、時代にそぐわないんですけどね。うん。だから、うちの親、うん、おかんなんかでも、たまに電話したらね、うんうんうん、あんたは、お年玉送るわ。孫に、うん。ああ、そうかいな。うんうん、もう、こんなんもお年玉送るとか言ったらお父さん怒られるわ。なんで怒られんねん。また出た。お父さん怒られるわ。怒られるわ。いや、確かに言うな。言うやろ。言う。何回も聞いてるわ、それ。そうやろ。気づかんかった、それ。いや、ほんで、心配やからな。もう、そっち行こうか、言うて。いらんこと言うね。後ろから追い。なんで怒ってんの意味が分かれへんね、あの年代の人らの。いや、ほんまにね、話は通じひんよ、ほんまに。尽くすよね、あの昔の女の人って。そうね、不思議や。そのお父さんが配達から帰ってきたら、もう、こう、椅子まで用意してね。あら、すごいね。お父さん、ここ座りみたいな、うん。お父さん、大丈夫、タオル持ってこうか、うん、いやことですね。うわ、なんでやねん。なんでやねん。もう完全に甘えてるね。もうその優しさに。そう。昔の男は。もう腹立ってきてね、見てて。うん、偉そうに。ものすごい偉そうに。確かにそうや。それはもう私なんか嫁いできて、もう、嫁いできてね、30分後にもう仕事してたわって思い、もうないんや。あ、もう、じゃあ、そういう新婚生活。ない。あのね、嫁いできまして、今日からよろしくお願いします。30分後にね、もう仕事させられました。朝6時から。ひど。それをね、もう60年やってます、やって。うわ。な、お父さん。うん。もう。なんやね。腹立つわ、あの会話。もううちの親父とそっくりやと思って。いやまあ、そうね、あの、年代やな。うん、で、親父、大阪やからね、うんうん、うちのとこ親父はね、うんうん、今度東京行く子そっち行くわって、うん、あ、そうかいな、うん、ほんだら新幹線のチケットと、うんうん、まあ、時間指定で取って、うんうんうん、で新大阪まで行くタクシーも予約して、うんうん、そっちの家に前、いらんことすな、なんでもうこっちでやって行くわ、車で。車、いや、もう車で怖いからな。新幹線乗って、そんなんもう新幹線なんか用のらんわ。なんでやねん。理由がないね。なんで。で、奥で、おかんが、うん、もう私も新幹線乗ってみたいわ、はい。って乗ったことないから。そんなん乗ってどないすんねん。ああ、始まった。いや、ほんまに。
腹立つね。そんな特殊でもないねんな、だから。ちっちゃい時ね、うん、言うこと聞かん言って、どついとれたくせにね、うんうん。今はもう親父が言うこと聞かないんですよ。全くこっちの言うこと聞かへんの。いや、聞かん。確かに。ね。もう家持ってあれしたらどうやとか言って。ねえ、いらんつ、いらんでいいめ。もうな、家の方も古くな、どっかほんなら、直そうかみたいな、うんうん。いらんこと言うな。うわ、うわ、後ろから。なんでいらんことやねん。あー、腹立つ。あの年代全部そうなんすかね。せやろ、お前、中止とお前、レイジが、あんたが喋ったんやないのっていうのもあるしな、よ、後ろから。あんたが言って。お父さん、帰ろうか言いたいことあるんやったら。あー、もういい。もうあるやろ、言いたい。もう腹立つね。一筋縄でいかへんね。いかんね、ほんまに。どうなんでしょうね。みんなのお父さん。うん、僕んとこは、うん、親父が81、うん、2ですけどね、うん。その年代の人らみんなそうなんでしょうかね。ねえ、いや、ほんまに。よく尽くすと思うわ。いやそうね、確かにね、もう今の時代と絶対ないけど、そんなね、夫婦関係よくぶん殴ってましたもんね、母親を。母親が吹っ飛んでいくのよく見てましたよ、僕。リアクション来てますよ、これ。来てますか。この方は、はい、ラジオネーム、きよちゃん、うん。老夫婦に文句を言っている剛さんとレイさん、うん。お家ではちゃんとしてますか？食べた食器の片付け。うん、洗濯のお風呂掃除など、はい、洗濯やお風呂掃除、はい、たまにやったりありがとうと言ってますか、うん、これは僕風呂掃除はもう、うん、趣味何やったら趣味ですよ。おじゃあご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 、うん、何もでもやります。あ、溜まった毛取ったりそのスカッとするもんね。あ、排水のとこな、うん、玄関ちょっとケルフィアでわーっとやったり。好きやな、ケルフィア。ケルフィア好きですね。地面ちょっと綺麗にしたりとかね。あ、別にそんなん別に苦じゃないし。コロコロやったりね。ああ、なるほど。あかんの、俺ちょっと。ね、猫の背中にコロコロやってくる。ああって言われたりとか。あかんやろ、それ。掃除はしますけどね。ありがとうとかね。ありがとうも言いますよ、ちゃんと。うん。うん、言う言う。確かに。これはもう言う。あ、もう、おんのかな、俺と同じ年ぐらいのやつね。何しろや、お前。とか。あ、おるんちゃう？おるかな、50ぐらいで。まあ、今夫婦の関係ってどんな感じなんでしょう、うん、40、50代の人で。ああ、お前あれやっとけよとか、そんなん言うんかな、うん、奥さんに。言うてるし、そんな言わへんかな。でもたまにほら。よう言わんで。ねえ。嫁に、うん。1000円ちょうだいって言うだけで俺、2時間半ぐらいかかる。昔、昔。確かにな。何使うのって言われる。俺も、いまだに、いや、何っちゃうわけやないんやけれども。1000円で。けれども、言うて。天井見て、目合わさんと。え？うん。2000円やったらあれやから、1万円渡しとこうかって言われて、すっごい嬉しいねんけど、うんうん、その嬉しさを顔に出さず。あ、そうか、1万円持っといた方がいいかー。いいかーじゃないのよ。欲しいくせに。あれ、なんで緊張すんねんのね。なんやろうね、別に自分が稼いだ金やからね。うん、とは思うんやけどね、別に。何でもいいんですけどね。財布開けて、ため息っていうとこから僕は入っていきますけど、財布開けて。え、何それの何アピールしてる。アピールしてる。どうしたのを待ってる。待ってる。ただどうしたのって一個も言わへん時あるから、もう財布を置いたり、自分の胸に置いたり。もういい、あちこちやって財布を、あと見えるとこにちょっと置いたりとか、やったりするよ、もう財布。まあ昔の話ですけどね。まあ、昔の、ね。そういう。でもドキドキするやろ、今でも。今でもしますね。なんやろうね、ああいう、なんか。あかん、もう1000円しかないわ、思って。ちょっと、こんなお前な、中学生でももっと持ってんで。シーン。シーンやろ。言わへんから。ちゃんと言ってっていうことやろ、女の人からです。うろうろしてね。ほんまに。疑うときはもんね、どこ行ってんの金とか思うときはもんね、ほんまに。黙って通帳見るときとかあんのか。こそこそ。いや、ほんとほんと。ああいう場面、うん、たまに見ますよね、テレビとかでも、ね。ああね。でも昔の人ってほら、お見合い結婚とか多いでしょ。うん、なんか、うん、ちょっとこう汚れたら、
お母さんがすぐタオル取ってくるとかさ、お父さん風呂入ったらもうパンツと下着用意するとか、うん、そんなんやってんやろか今って。いや、そんななんか若い夫婦で、うん、若い夫婦で30代、あのお風呂の前にパンツとシャツドンと置いてあるとか、そういう、おいパンツは、おうちの親父もよう風呂上がり、おいパンツは言ってたな。今考えられんよな、あんな、ほんま。俺、あの、ちっちゃいとか俺、なんだんの自分で息を思ってたけどね。で、パンツ履いたら履いたで、またき、もうふ、履き古した、もうおむつみたいなパンツ履いてやな。親父の背中見ながら、こら、モテんで、この親父。ヨレヨレのパンツな。お父さんのおーってか、マジックでね、おーって書いてるんですよ、パンツ。おい、おい、おめえ、表に書くな、裏に書いてけよ、おめえ、会社で恥ずかしいやないか、言って。パンツ一緒くたんやったからね、子供と。靴下も一緒くたんやったからね。靴下もまた今みたいなね、綺麗な靴下なんかなかったから。そんな偉そうに言ってる親父やけど、毎朝5時に起きてな、ええ、もう一人でご飯食べて出かける姿とか見てたやんか、今思ったら。あ、見てましたね、朝5時ぐらいに出て行ってましたね、うん、絶対お茶かけてくれてたやんか、もう何急いでんのか知らんけど。食べてましたねで、ま、毎日5時半に帰ってきては、よかったね、うん、でなんかアテとビールでしたね。で俺ら小学校で、うん、夕方帰ってきて飲んでたからね、うん、ビール普通に喉乾いた言ってね。そうそう、怒らんかったよ、怒らんかった、おい飲めって言ってた。そう、うん、なあ、ビールいっぱい駆けつけいっぱい飲んでたもん俺帰ってきてご飯前に、うん、小学校2年生ぐらいやったんじゃん。そう、親戚のおっさんとかも近所のおっさんとか、うん、おい飲め言って、あのね、酒屋の前と立ち飲み屋のね、うん、酒屋の前通ったら捕まったわ、うん、おお、あで近所のおっちゃんに、うん、これ持って帰れみたいなねあったな。カウンターが高いからね、見えへんねんけど、うんうんうん、パッとあの下にね、うん、こうやってお菓子みたいなね、うん、あのイカのね、あの甘いやつね、あそうそう、甘たい串に刺さったやつねよく知らんおっさんにもらいましたけどね。もうそういうのもないんでしょうね。ないよな、なんかチョコレートもうたりとかな、うん、ほんまに。そうそう、だから、うん、昨日もそういうなんかテレビやってるんけど、うん、もうトゲ刺さったとかそんな子供なんやろ、遊んでて。ほんまやな、すりむいてる子供とか、はあ、おらんかもしれんな。うん、左回りに走、ただただ公園を走り回ってる。あれ左回りらしいで。なんで？そういうなんか、人間の。本能？本能やねんて。左回りで走ってんって子供って追っかけるとき。あ、そうか。うん、そういう本能らしいわ。あ、右じゃないね、左なんや。うん、なぜか知らんけど。でそっから、さりげなく鬼ごっこが始まって、うんうん、で、かくれんぼ、うんうん、で、小休憩の駄菓子屋があって、うんうんうん、夕方までまた遊んで、うんうん、で、お家帰るみたいな、うんうん、そういう冬休み、夏休みは今の子供は過ごしてないんかな。ないわね。公園におれへんもん、うん、人。で、みんなで、うん、よし、ちょっと遊ぶのやめて、駄菓子屋行くぞ、言ってみんなでわーって走って行って、で、何にも買われへんっていう、俺だけ。他のメンバーみんななんか買ってるみたいな。俺は別に欲しくないみたいな顔して。あれが辛い。あれが辛い。あの瞬間がね。欲しくないという顔せなあかんのが辛いね。で、みんなコーラとか飲んでるんですよ、店先で。ゴボ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 言うて。俺はもう何も飲まず。それを見ているとかそういうね。あとはこうゲームセンター行って、うん、ゲームの後ろで何人かでみんなそのゲームをやらず、はい、ただただ人がやってるやつ見るとかそういうことは、なんかちょっと古びた空き家に忍び込むとか、うん、そういう遊びはもうないんですね。入ったら怒られるもんね、今空き家なんか入ったら。昔はもうガンガン入ってましたよね。ガンガン入ったね、ほんまにね。まあまあ楽しかったっちゃ楽しかったけどな、ほんまに。そうね。そんなないでしょうね、今の子供にね。この方は、ペニマル、ベニマルさん。はい。我が家は偉そうにするどころか、うん、妻や娘から散歩行くの、じゃあアイス買ってきて、バニラ系とよくパシられます。長家の二人はさすがにこういうことないですか？あるよ、俺。あ、頼まれんの？よくアイス買いに行かされた子供にね。アイス買ってきて、って言って。
でバーっとこうジョギングなんか行って帰ってくるときに、うん、バーっと帰ってきて、ほら、うん、これあのガリガリ君に、ガリガリ君じゃない、うん、スイカバーって言ったのにって、いや言うてへんやん言うて言いながらそういうの買ってきましたね。別買うか、子供に言われるもんは別にやりましたよちっちゃい時、うん、ね。この方け、マロさん、うん、結婚18年、小遣いは毎月1万5千円です。はい。剛さんは毎週プロントのコーヒーを、うん、苦労してもらったお小遣いで買ってるんですね。まあ、いや、苦労したお小遣いではない。別に、小遣い制ではないんでね。1万5千円やって、結婚18年で。いや、でもそんなんやろ。1万5千、あ、タバコ吸わんかったら多分、いけん。いや、もう、まあ、これ1万5千円って お昼代も入ってるのかな。もちろん。入ってるよ。お昼。これだって吉野家やっても、これ無理やで。ギリギリやで。だから、お弁当持っていくとか。コーヒー飲みに行くとかはもう、持ってのほうがやな、1万5000円やったな。ね、今、コーヒーも、な、別にそんなに。これさ、うん、ここも改善せえへんよね。改善。奥さんが財布を握るっていうのが、ここを改善せえへんよね、うん、なかなか。あ、これはそうか。昔の時代から、そんな大して変われへんか。ここは、うん、あの、なんか、新しい言葉できるのかな。これは、セクハラとか、パワハラとか、うん、奥さんが財布を握ること。握り腹。ここは変われへん、ね。変われへんな。うん。この方、ハンライスおかわりさん。はい。私の祖父は、83、うん、83ですが、毎日自転車で散歩に行くと、行くそうです。うん、うちと一緒ですね。はい、いい加減危ないので、毎日に行くのやめたらと、うん、祖母と両親に言ったのですが、うんうん、そんなん言うたら怒られるわけがやっぱりな。なんで怒られなんやろ。だから俺らちっちゃい時はうちのおじいさんおばあさんおって、うんうん、でおじいさんが、うん、夜中3時頃起きて、うん、日本酒飲むのよ。ああそうやったか。で俺ちっちゃい時薄めで見てて、うん、おばあちゃんに、おばあちゃん、うん、おじいちゃん酒飲んでるよって言うたら、うんうん、やめとき、怒られるって、うん、怒られるってないんだからいや怒られるというそのキラーワード、おばあちゃんも気づいてるって言ってた何が怒られんねやろ、あれ何なんやろ怒られるってこの方キャリアウーマンの同僚さん、はい、うちの母はビールがないと父が言えば、うん、すぐに黙ってビールを買いに行くような母です。買いに行くんや。中明のお二人は自宅に食べたいもの、飲みたいものがないときは自分で買いに行きますか、うん、自分で行きます。行きます。もちろん。その方が早い。うん。そう。で、行きます。んで、他なんかないかって言うよ。うん、みんな聞いて。聞いて、ね、何気なく。うん。うん。そうそうそう。なんか甘いもんとか、うん、辛いもん、お菓子、うん、ジュース、うん、なんか色もある言って、もう自分で行きますよ、僕。あ、そうね。まあそこは行くか。そこは行くな。うん。だってうちのおかんが言ってたもんね、僕がまだ生まれて1歳の時に酒がない言うて、うんうん、夜中の2時頃買ってこいってお父さんに言われて、お母さんもう酒屋のシャッター叩いて、そんなことあるコンビニがないしな当時は。ほんで俺が泣いててんて、うん、まだ6ヶ月ぐらいの時、はいはいはい、夜泣きで、うん、で、おかんがこう、よしよしってやってるやんか。うん、うん、やうんやって泣くやん。うん、で、親父なんて言うたと思う？何？外へ出せ、外へ出せ、外へって。じゃがましいやって。もう。俺、子供やで。しかも、半年の子供にさ、俺、信じられん。この間聞いた話やけど。昭和が過ぎるわ。そんなんあんた知らんやで。いや、それ知らんで、半年やねんから。そんなん俺今聞いたことないで。半年の赤ちゃん泣いてる。うるさい！外へやれ外へって。今、育休取る時代やで、男性も。ほんまに。むちゃくちゃやな、こう考えたら、うちの親父、改めてまたそうやって聞くと。この方、ピンチョス犬王さん。うん、私も強さんと同じで、うん、妻に何かをお願いするときにはめちゃくちゃ緊張します。うん、はって言われたら、あ、ええねえねえ、大丈夫大丈夫と言ってしまいます。絶対大丈夫ちゃうやん。絶対大丈夫ちゃうやん、ほんまに。あれ。何の関門なんでしょうね、あれ。なんやろうなあと、勝手に家、夜帰ってきて、友達連れてきたとかしてたやろ、親父とかでも平気で。あの、狭い家にね。家に。よ、あるやん、その急に来て。知らんおっさんの横で晩ご飯食べたりしてたからね、俺なんて。そう。
ほんでね、昔の女性やったら、いや、急にプライドも出すもんないわ、困るわ、やもん。困るわ、で、おかんなんか一生懸命作ってたよ。やって、すぐちくわ切ってきゅうり中入れてんだよ、すぐ。とっくり持ってうろうろしてたよ、おかん。してたな。だから、そう、な、よくできた嫁さんなのか、なんなのか。ねえ。だから女性からしたら、同じ女性としてはそんなことをしてる人おったらされたら困るのかな。しかも予定なしやからね。そう。予定なしで親父、うん、自分の友達連れてきて。そう、一本でやもんね。しかも四五人連れてきて。うんうん。しかももうみんな酔ってて、みたいな夜中。すいませんねって言うわけでもなくて、ね。今そんなん通用すんのかな。そんなしてる人おんねやろか、昭和を走ってる。まあ、おったら尊敬するけどね、ちょっとね、見てみたいっていうのもあるしね。そういう男の人おったら、昭和な。おいみたいなのあんのかな。俺、おいなんか言わへんで。言わへんな。俺、お前も言わへんもんな。言う？お前、お前。おもう言わへん。お前も言わへん、そんな。おいも言わへん。言わへんよな。まあまあ、怒って喧嘩になった時はなんかそんな口調になったりするかもしれんけど。ほんで、またさっきの話じゃないけど、うん、あの、お父さん言って、うん、その、老夫婦な、はい。お父さんこんだけ、ね、うん、お母さんも、お母さんも体悪いねやんか。一生懸命ご飯作んねや。お父さん帰ってくるから、言って。お父さん美味しいって言わないんですかみたいな、うん。若い AD みたいなのが聞くのよ。はいはい、え、うん、別に、まずかったら言うけど、美味しいから別に何も言わへん。もういや、まずかったら言うで、そら。うわぁ。美味しいんやから別にそれ言わんでやろ、みたいな。言うてやってくれ。せやね、お父さんやって、お母さん。まあ、なんと優しい太陽のような。太陽のような奥さん。もう、お父さんが心配。よかったなぁ、言うて。うん、もう今日も帰ってこれてお父さんな、毎日感謝やな、うん、お父さんって肩ポンポンってやったら、やめ、うん、ウェイってやる。うわ、うわ。もう、もう絶対怒る、俺も、息子やったら。腹立つやろ、言いながら俺も、それしっかりビデオ撮ってみてしまいましたけど。昔の夫婦って面白いなと思って。そう、ああやって、おいとか言うのに一緒におんねんからな。そうそうそう。お互いね。お互い、まあ、そうやねんな。せや、お母さんに感謝するとこありますかみたいな。あ、また。うん、そら、お前、うん。お前。うん。こいつ。こいつこいつがおらんかったら、ここまで俺もこれ続いてへんわな。まあね、口調はきついけどね、優しい。お母さんが斜め後ろで、うん、うん、うんってただうなずくだけで。ああ、いや、よくできたお母さんね、もう、まあうん、あんなお母さん亡くなったらもう、何にもできへんね、あのお父さん多分。お子さんいてはんの、そこの家は。多分いてると思うねん。あ、まあ、そこまでは、深掘りはしてなかったんですけどね。なるほどね。新日本不動機という番組の、うん、でやってた。NHK ですか ?NHK のね。いい番組やるな。あの、すごい面白かったですね。やるな、いい番組やるな。うん。やっぱり。いや、面白かったです。もしかしたらお母さんちょっと後ろに立ってんの後ろに立ってる。斜め後ろに。台所のとこを見た。聞かれた時だけ出てくるみたいな。はぁ、あとお父さんに全部促す。ね、お父さんが。はぁ、うん。全部お父さんやから、うちは。みたいな。お父さんのおかげでこうやって、うん、みたいな。もう若い時からそういう時代やったよね。で、そうやって多分そのお母さんも教えられてたよね。そうやって、ああ、嫁に行くんやったら。そうそうそう。なるほど。旦那さんにちゃんとついて言うこと聞きなさいよっていう、うん、ね、感じやったんやもんな、ほんまに。いや、すごいですわ。にしても、そのまあ、おっちゃんもすごいけど、うちの親父、改めて聞いたらやっぱひどいな。ひどい。ほんまにそのことを言うのよ。うんうん、うん。あんまそんな偉そうにとか、言うたら、うん、あかんで、そんなのおかんも体は悪いんやから、うん、みたいな、うんうん。お前誰に言うてんねんって、まだかかってこようとするからな。よう分からへんねん。普通やったら、ああ、分かった、ありがとう、ありがとうでね、ええねんけどな、なかなかな。この方 X で、タロちゃん、うん。はい。うちも中揚さんと似たり寄ったりの父親でした。うん。それがコンプレックスすぎて、いろいろこじじらせてきましたが、はい、放送聞いて吹っ切れましたやって。おやっぱいるんですね。あ、言ってた。言ってたわ。だから僕らの年代のお父さんなんか全部こんなんじゃないですか、うん、ああ、まあまあ、そうやね。あと、うん、もう、言葉がひどい。うん、言うことがひどい。ひどい。例えがひどい。こんなもん俺が覚えてんのが修学旅行ですね。うん。お父さん、あれとこれとこれとこれと行く、いるねんけど、修学旅行行くのに。うんうん、え、うん、
なんでそんなもの持っていくねん、うん、もうそれやったら修学旅行なんか行くな。うわうわひどい。そら半年の俺も12歳の心のめったぎりやん気持ちを。そら半年の子供外連れて行け外って言うわな。泣いててひどない。何にも変わってへんな。だからほんまにね、うちの父親もね、ほんまに。ちょっとね、今度久々に電話してみようかな、まだ。喧嘩になるかもしれんけど。今電話してもいいんですけどね。大丈夫、生放送やって怖いわ。もうこれが一番怖い。なんもよ、もう、なんか何でも言えねえ。おーでもあーでも言えねえけど、うんうん、余計なこと発せんといてほしい。特に、このご時世、今。そうですね。うちの親父はちょっと危険。うん、あの件何々どうなってんねんとか聞いてくるやんか。うち父親。いや、そんなんはええねん、別に。ただほら、放送できへん、ね。言葉を発するからさ。でっかい声で。せやねん。これをまた改めてじゃあ電話するって言うたら構えるからおもろないねんな。うちの父親なんかもな、やっぱり、ね。あ、突然やっぱ電話せんとね。そうそうそう。YouTube なんかじゃたまにこうやったりしますけど。まあラジオが録音やったらまあ、まあ、電話大丈夫なんですけど、ね。もう完全もう生放送でスペシャルウィーク期間なんで。今テレ、うちの親父テレビ見て文句言ってる頃でしょうね、この時間ちょうど。かもしれんね。昼ご飯食べ終わって。食べ終わって。まあ、もし機会があればね、また声なんか聞いていただけたらなと思います。はい、さあ、2時間30分の生放送スタートです。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready?The Radio Show! どうもこんにちは、ザ・ラジオショー金曜日、中川家のレイジでございます。寿司です。さあ、このザ・ラジオショー笑いをテーマに午後1時から3時30分まで2時間30分の生放送、月曜日から木曜日はナイツと曜日替わりのパートナー、土曜日はサンドウィッチマン、そして金曜日我々中川家とパートナーはこの方でございます。日本放送東島由里です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうでした、東島さん、ここのお父さんっていうのは どんな感じの。うちの父はそのオラオラの世代ではないんですけど、はい、あの神妙にしてますけど、ただあのやっぱ言葉がうまく美味しいとかそういうのが出ないので、それはあの娘が指導しました、はい、あ、お父さんは何が美味しいのか、どう美味しいのかちゃんと言わなきゃよって言って。さすが娘娘は言うんやね。最近下手なりに頑張ってるみたいですよ。あ、いろいろその一応表現をしてるという。そうです、ごい、ね、なんかそう、うん、テーブルのとこお父さんが座って、はい、おいみたいなのありました。あ、うちはないですね、はい、うん、はい、どっちかっていうとやっぱり言うこと聞くタイプの父でそういう人もいて、はい、買い物でもウキウキしながら行くんですけど、余計なものを買ってくるのがすごく怒られて、はい、おやつが多いって言って、なるほどね、よく見るやつ、スーパーでね、そうですね、そう、缶ビール6本入れるやつポンって入れて、そのまま奥さんがポンって返すみたいな。そうです、いらないいらない、いらないね。頑張って料理もするんですけど、はい、なんか変なスパイスとか買ってくる。あの本格的にね、男はやろう、真面目に作ろうとするから。隠し味大好き、ほんとに。なるほどね。でそういうことするとお母さんがちょっともういいよ、はい、そういうのって片付けないしね。片付けやるだけやってね。でもお弁当ももう自分で詰めてますしね。おお、すごいですね。時代ですかね。素晴らしいですね。はい、いやすごいな。かわいそうな部分もあるんですけどね。お父さんも確かにそうやねんけどね。お父さんの悲哀ってありますよね。どこそこ行こうって言ってね、うん、せやなって言ったら、うん、せやなってお父さん行かへんでって言われた。あの切ないこと。誕生日と父の日は忘れ去られる。そういうのもあるからね、切ないとこもありますけど。さあ、金曜日はリスナーの皆さんにメールで参加していただきます。今日のメールテーマこちら、師匠の話。はい、
さあ本日は笑福亭鶴瓶師匠がゲストということで、リスナーの皆さんに師匠の話でメールを募集したいと思います。身近にいる師匠の話、師匠がすごい話、何でも OK でございます。まあ芸人さんじゃなきゃね、仕事してたらその人の上司の話とかね、そういうのでも結構なんでね、リスナーの皆さんから師匠の話メール、そして X でお待ちしております。メールの方は ngk@1242.com、 中川家の頭文字 ngk@1242.com まで。メッセージを読まれた方全員に番組オリジナルステッカー4種類からランダムで1枚とザ・ラジオショーのロゴ入りのサインペンをセットにしてプレゼントします、はいはい。さらに今日はスペシャルなんです、はい、メールをくださった方の中から抽選で10名様に日本橋千引屋総本店の収穫の恵みプレミアムフルーツジュース3本化粧箱入り、はい、こちらを10名の方にプレゼントします。太っ腹。いやこれ自分ではなかなか、そうです、ね、手が出ないから、ね、手が出ないですね、嬉しいですね。ぜひ住所とお名前、電話番号を忘れずに書いてメールでくださいね、はい。X をお使いの方はハッシュタグ中川家ラジオショーをつけてつぶやいてください。この番組インスタグラムのアカウントもありますので、ぜひ探してフォローしてくださいね、はい。今日は2時台には笑福亭鶴瓶師匠が生登場です、はいはい。さあ中川家ザラジオショー、東京有楽町の日本放送からこの後3時30分まで生放送です。クレジットカードのリボ払いにも過払い金があります。なぜならキャッシングのリボ払いのお支払い時に利息を払いすぎているからです。現在対象者に返金されています。あなたが対象か中央事務所でご確認を。 0120-10-10-10 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。氷川きよしです。僕は金服、僕の金服、日本の明太子。僕の明太子、金福の明太子。はい、ガリバーです。まだ売るか決めてないんですけど、僕の車の値段って電話でわかるんですか？はい、車種と年式、走行距離でおおよその値段がわかります。まだ売るか決めてない方も 0120-66-4747 ガリバーへ。精力剤の赤ひげ薬局、精力減退早漏にヘアグロン、塗って効きますヘアグロン、新宿東口 0120-450-655 赤ひげ薬局。ヘアグロンは第一類医薬品です。薬剤師の説明を受け、使用上の注意をよく読んでお使いください。はい、ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った70代男性、自営業の方からの感想をご紹介します。キャッシングの過払い金なんて当時数十万円しか借りていなかった私にあるはずないと思っていました。それでも月末の生活費の支払いがちょっと厳しくなってきて電話を、そしたら30万円ほどの現金が入金されたんです。一本の電話から予定になかったお小遣いをスマートに手にすることができました。勝手に壁を作っていましたが、小遣い稼ぎ程度の軽い気持ちで電話するのもありですね。このように少額のキャッシング、カードローンの経験がある方には現金が戻るかもしれません。あなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。また薄い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。労災保険を受けた方、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。また、対象者が亡くなっている場合は、遺族の方が対象です。まずは、あなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。日本放送ショーアップナイタープロ野球キャンプレポート。さあ2月
に入りまして、はい、急春到来です。昨日だね、はい、はい、この時間は日本放送大泉健太アナウンサーに現在沖縄で行われている阪神のキャンプ情報を中心に伝えてもらいましょう、はい、大泉さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。阪神のキャンプ地宜野座村に今来ているんですけれども、はい、あの今日もですね、真夏のような青空広がってまして、はい、今の気温がなんと25度、午前中だけでも私ペットボトルの水3本飲んでしまいまして、いや東京とだいぶ気温差があるんで、東京今5度ですけどね、はい、これ私今半袖でリポートしてるんですけども、はい、それぐらい暑い沖縄ということなんですが、はい、タイガースの注目2年目の森下翔太選手、はい、今日もですねバッティング練習で右へ左へ鋭い打球を飛ばしていたんですが、うん、今日実は侍ジャパンの井端監督が午前中視察に訪れてまして、はい、あの来月ヨーロッパ代表との強化試合が侍ジャパンあるので、うん、その代表メンバーを絞り込んでいる最中なんですね、うん、なるほど。でその井端監督が期待の選手として唯一名前を挙げたのがこの森下と、うん、あの去年の秋の日本シリーズでも一振りでチームの雰囲気を変えてくれたし短期決戦では間違いなく必要な選手だと思いますと、はい、あの井端監督絶大な信頼を寄せていました。あの非常にですね守備もキレのある動きを見せてましたし笑顔で、うん、調整していましたので、はい、今年の飛躍がますます楽しみだなという感じがしましたね。なるほど、はい、まあね、去年大活躍でしたからね。そうですね、そうなんですよ、勝負どころでいいバッティングしてましたから ね、しましたね。確かに、はい、はい、また暑いので頑張ります。そうですね、熱中症に気をつけながら、はい、取材続けてください。はい、大泉健太アナウンサーでした、はい、ありがとうございました。以上、日本放送ショーアップナイタープロ野球キャンプレポートでした。一郎です。伝えていくとか、あと残しておくとかっていう作業が必要なんですよね。一郎さんが自らの野球人生を語る日本放送一郎ジ8ゲームス、明日夜8時から。中川家ザラジオショーをお送りしています、はい、さあ今日はラジオ CM を作ろうのコーナー、はい、お休みとさせていただきます。申し訳ございません、すみません。引き続きあの架空の商品の名前だったり企業の名前など書いてお送りいただければ、はい、うん、ngk@1242.com でお待ちしています。過払い金の確認は0120-10-10-10。中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上。有名なあのスーパーやガソリンスタンド、ETC 付きのカードも対象です。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10。お電話は夜12時まで。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。日本放送強しエンレイジー from 中川家オーラディオショー、 ラディオショー。ここで風邪薬直任でおなじみの全薬グループの全薬販売からお知らせです。お口のお悩みは歯の黄ばみ、歯周病、口臭などいろいろありますよね。当てはまっている方いませんか？特に多いお悩みは歯の黄ばみ、見た目の印象を決める大事なポイントです。例えば白いシャツは清潔感があふれ自然な白さで美しいですよね。好印象になるために白いシャツのような歯の白さ目指したいですよね。ここで紹介したいのが薬用歯磨きオーラパールプラス。独自のブライトニング処方で輝く白い歯へと導きます。薬用成分により虫歯の発生及び進行の予防をし歯を白く丈夫にしてくれます。さらには歯周炎、歯肉炎の予防や口臭の防止など効果効能が11個もあって、しかも研磨剤、防腐剤、漂白剤、着色料は使っていません。2023年2月時点、全薬グループ調べでシリーズ売上が累計150万本を突破し大変好評をいただいています。私も使ってみました。ほんのり
り塩味なんですが、お口にいい感じがして気に入ってますよ。こちら店頭では販売していない限定商品です。今日は通常1本税込み3080円を初回限定のラジオ価格1本税込み1980円で提供します。送料は税込み600円です。また330円相当の歯ブラシ1本と歯の色の変化がわかるチェックシートをプレゼントします。電話番号は 0120-400-022、 ラジオを聞いたとお伝えください。お届け、返品、お支払い手数料についてもお電話で 0120-400-022、受付は朝9時から夜8時までです。この機会に輝く笑顔を手に入れませんか。ありがとうございました。南春夫メモリアルコンサート、3月13日水曜日 NHK ホール、豪華に歌い語る忠臣蔵と五木ひろし、三山ひろし、市川由紀の他によるスペシャルステージ。チケットのお問い合わせは 03-3355-3553IS まで。時刻は1時49分です。日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さん、お願いします。はい、お伝えします。韓国軍合同参謀本部は、北朝鮮が今日午前11時ごろ、朝鮮半島西側の黄海上に巡航ミサイル数発を発射したことを確認したと明らかにしました。今年、北朝鮮の巡航ミサイル発射が捕捉されたのは4回目です。1974年から翌75年に起きた連続企業爆破事件に関与したとして指名手配された過激派のメンバー、桐島聡容疑者を名乗った男と容疑者の親族の DNA 型鑑定で、親族関係に矛盾がないという結果が出たことが捜査関係者の話で分かりました。これにより男が桐島容疑者本人である可能性が高まりました。また警視庁公安部は今日、桐島容疑者を名乗り、先月29日に病死した男が住んでいた神奈川県藤沢市の自宅を爆発物取締り罰則違反の疑いで家宅捜索しました。今後、桐島容疑者本人だという特定につながる資料などがないかどうかを調べ、本人と確認されれば書類送検する方針です。斉藤国土交通大臣は今日の記者会見で、能登半島地震による宅地の液状化被害について、石川、富山、新潟の3つの県で1万件を超える見込みだと明らかにしました。国土交通省によりますと、石川県内灘町や新潟市などで被害が目立っていますが、全容の把握には至っておらず調査を進めているということです。その上で斉藤大臣は、液状化対策工事を実施する際、財政支援をすると強調しました。被災した方々が今後も安全に安心して住み続けられるよう、地方公共団体が実施する公共施設と宅地との一体的な液状化対策に対しまして、防災安全交付金による支援を実施するなど、財政面の支援にも取り組んで、まいります。おしまいに、知り合いの女子大学生やおばに毒性の高いタリウムを摂取させたとして、殺人や殺人未遂などの罪で起訴された男について、大阪府警は、おばのマンションの部屋の不動産登記を自分名義に不正に書き換えたとして今日追送検し、一連の捜査を終えました。電磁的公正証書原本不実記録などの疑いで追送検されたのは、住所不詳の無職、宮本一希被告38歳で、捜査に一貫して黙秘しています。宮本被告はおととし10月、京都市に住んでいた知り合いの当時21歳の女子大学生にタリウムを摂取させ殺害したとして、去年3月に逮捕・起訴されました。また、叔母への殺人未遂の罪や、新型コロナウイルス対策助成金の詐欺の罪でも追起訴されています。この時間のニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。朝、疲れが抜けていない人。夜、疲れが溜まって辛い人。体全体の疲れに、ビタミンと5つの生薬がよく効きます。朝でも夜でも、
疲れに1回1錠で効く、キューピーコアゴールドアルファプレミアム第3類医薬品です。さあ、それではテーマメール紹介したいと思います。テーマ、師匠の話、はい、この方江戸川区のつづりさん。私の子育ての師匠は剛さんです。え、我が家には小学校2年と年中さんの娘がおりますが、習い事はいつか全部やめる、夏休みやプールで水をぶっかけてフライドチキンを炊いておけば OK など、うん、どの育児書にも載っていない本物のアドバイス、いつもありがたく聞かせていただいております。はい、振り返れば15歳を合言葉にこれからも子育て頑張ります。頑張ってくださいね、師匠と、ね、頑張るっていう言葉もあまり好きじゃないんですけどね。あ、嫌いやね、昔からそういうのね。ね、普通でいいんですよね。うん、まあ、頑張ってんのは当然やから、ね、一時それを言わんねと、ね、何を頑張るんかな、普通にしてれば勝手に育つんですけどね。なるほどね。大変ですね、年中。年中、小学校2年と年中さん娘。賑やか。賑やかですね。賑やかですよね。女の子かな、2人とも女の子でしょうね。ですって。大丈夫です、うん、もう12歳過ぎたらもう何も言わなくなる。もうこっちのもんやと、まあ、難しいからね。たまにマッサージしたるわ言ってわざと体に触れますけどね。あ、ほど、急に「おい!」って言ったら「うぜい!」って言われるから、ね、大きいマッサージで触れようとしてます。なるほどね、うん、もう大きいからね。そうですね、この方は足利市のクニアンさん、82歳なんです。ん、私にとって写真の師匠は息子です。息子は写真を撮るのがとても上手なので撮り方を教えてもらっているんですが、私はなかなか上達しないので写真はセンスだなと痛感しております。あら、息子に習うっていう、はい、こういう素敵な82歳のお父さん見てるんですよ。うちも同い年ですけどね、親父。はい、何も教わろうとしないですけどね。そうですか。僕たちには一つぐらいあるんじゃないですか。ないですよ。僕たちの言うことすぐ疑いますから。だよね、確かにね。普通に保険証の方って言っただけで、あかんって言うからね。まだ何も何にも言うてんね、ちょっと。何がそんな怖いんかね。リスクを背負いたくないですね、ほんまにね。この方、神奈川県横浜市のワリスさん。私の師匠は洋服屋さんの店員さんです。洋服何を買っていいかわからないので店員さんが着ている服と同じものをそのまま買い上げます。あ、職場やママ友から評判がいいですが、私のセンスではなく店員さんのセンスなんですけどね。あ、あ、店員さんの真似したらええんか。どういうこと、店員さんの真似。いや、いつもどうしたらいいんかわからんからさ、うんうん、店員さんの真似して買えばいいね。あ、服ね、まあ、洋服ね、うんうん、どう、東村さんどうですか、服買い、うん、そうですね、私は白ばっかりなんですけど、はいはい、そうですよね。なんか違う色をおすすめしていただいて、着てみると意外と良かったりするんでね。赤とかどうですか、東村さん。ねえ、赤い革ジャン、革ジャンとか。革ジャン、はい、間に何か徐々に革ジャンに行きませんか。ちょっとこの辺あのちょっと刈り上げて、刈り上げて2ブロックみたいな、2ブロックみたいにして着てほしいな。僕らは大喜びしますけどね。本当ですか。僕らも喜びますよ。そらすぐ飽きませんか、ね、大丈夫です か, 夫ですか。スカート姿しかあんまり見たことないんでね。確かに、はい、ね、休みの日はデニムばっかり履いてます。え、ほんまですか。はい、全くイメージない、誰にも気づかれない、ね、はい、革ジャンで後ろなんかドクロの絵描いてあるとか、ね、いいですね、バイクで来てほしいな。そうですね、日本の様で、はい、そうですね。なんかあったんだなと思ってください、その時は。絶対なんかあったりね、それはね、はい、この方、はい、あと1ついきましょうか。マーチンさん、足立区の方。私の友人はそば打ちの師匠です。学生時代にそば打ちに誘われて教えてもらったのがきっかけ。その友人は小さい頃からそば打ちをやっていたらしく、そば屋さん並みのそばを作ります。こね方、切り方、茹で方、初めてそば打ちをしてから10年ぐらい経ちますが、未だに彼のようにはうまくできません。いつまで経っても僕の師匠です。そば打ちか、趣味でやってるんですよね、ほんとね、これ。剛さん興味ないの、そば打ちとかさ。興味ないな。大体でもここ手つける人多いじゃないですか、うん、自分で作って自分で食べるっていうのが、うん、バイキングでも俺ギリギリやからね。自分で持ってきて自分で食べるのがなかなか。
時あれ嫌やろ。まあまあ確かに撮ってる間にも半分食うたような気になるお腹いっぱいになるんですよ撮ってる時に。あんな夢のような楽しいのに。いや夢のようなですけど、ね、いやバイキング の, あのちっちゃいどこにも市販されてんあの納豆好きですけどねちょうどいい人、はい、あれほんまに一口や ね, あ, ねあれは好きですけど。もうだから一周回ってるだけで僕一回席変えて休憩しますもんね一回休憩するあ、ね、なるほど。まあ今日は師匠の話教えてください、はい。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村なら、どんなカメラでも高く買い取ります。さらに、時計ブランド品も、少量でも無料で査定に伺います。お電話は、0120-157-999-157-999。出張買い取りは、カメラの北村。ベリーベスト法律事務所より、アスベスト石綿汚水、中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方へ、ご存知ですか？建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があります。労災保険を受けた方、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。また対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000番第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。こんにちは、宇藤由美子です。今日のウドラジはスナック由美子、ゲストに松本秀夫さんをお迎えします。思いがけない実況の失敗など伺います。宇藤由美子が2時をお知らせします。ザ・ラジオショー2時です。午後2時を回りました。中川家のレジでございます。です。日本放送東島えりです。中川家ザ・ラジオショー、笑いをテーマに東京有楽町日本放送から3時30分までの生放送でございます。それではつゆめろちゃんの2時のお天気お願いします。曇りですね。あ、3回言うた。はい、ちょっとなんか外見ただけで寒そうな感じがします。今日はね、うん、気温は5度、湿度は 47.5% です。はい、ちょっと乾燥しているというのね、はい、あると思いますけどもね。寒そう、寒そう。寒いな、得意ですか？不得意です。不得意、私寒いの大嫌いです。どの季節が一番好きですか？一番好きなのは5月6月ですかね。春から梅雨に入る。はい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 、邪魔くさくん嫌ってやめていただいてもいいんですか？はい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 、返事で蓋するやつですね。はい、この方来てます、メールが、はい、小山市の、ゆかエースさん。つゆめろちゃんに相談があります。はい、去年17年勤めた会社から転職し、あら、さしゃくれてるよ。3ヶ月が経ちました。3ヶ月です。単じゃないんで3ヶ月です。はい、中川家さんぐらいの年上の男性が多い職場で、早く打ち解けるにはどんな方法があるんでしょうか？ちなみに業種は事務職です。簡単ですよ。はい、これは何ですかって質問すればね、はい、話すきっかけになると思う。初めて外国行った人はね、はい、What is this? で、うん、だんだん英語を覚えていくらしいですよ。あら、そうなんですか。赤ちゃんもそうでしょ、はい、これ何これ何って聞いて、聞きます。言葉を覚えて大きくなっていくじゃないですか。はい、それでコミュニケーションが取れるんですよ。なるほど。何でもこれ何ですか、 あれですかとか、こう疑問に思うことですね。疑問を投げかけるとですね、はい、答えてくれる。答えてくれた時にありがとうございます、はい、って言ってそこから会話がうまく生まれると。何で笑ってんの？何で笑ってんの？いや、もうしんどくなりましたいや、しんどくなるような時間経ってないですよ、まだ。違う、説明がしんどくなりました。そうですね、はい、What is this ですね。これを基本にのこの精神で。そうですね疲れ切ってますね。疲れ、2週ぐらい休みますか？いやいやいや、休みません。私は絶対に仕事は休みますよ。あ、そうですね。まあ、昔の世代の。そうですね。どうですか、ご主人とはうまくやってますか？さっきオープニングで我々もちょっと喋ってた。主人は陶芸でもう、あら、陶芸の道なんです。そうなんです。もう土をいっぱいもう服につけて帰ってくるから。あ、そうなんです。玄関で脱いでってもう怒るんですけれども、はい、ご主人は何ておっしゃる？うるせえこの野郎なんて言うんですから。もう昔の世代の人間では。言ってやったらいいじゃないですか。注意してやったらいいじゃないですか。言うまでもないですけどね、うん、そんなことはどうでもいいんですけど。さよなら。あれ
いろいろ疲れてますね。そうですね、苦労されてますね、はい、お天気です。午後の関東地方北部は次第に晴れ間が広がるでしょう。雲の多い南部でも薄日の差すことはありそうです。最高気温は8度前後のところがほとんどで、昨日とは一転して平年並みか低くなるでしょう。沖縄25度って言ってましたね。関東いらっしゃる方は防寒万全になさってください。そして今日スタッフもそうですけども、ちょっとムズムズ花粉ねきついなっていう方も増えてるかと思いますので、ね、うん、花粉対策も忘れないようにしてください、はい、さあこの後はお待たせしました笑福亭鶴瓶師匠が生登場です、はい、ラジコですとクリアな音で無料で聞けますので、スマートフォンアプリラジコも使ってみてください、はい。相続税の申告を後回ししている方は、0120-400-800、東京税理士会所属、税理士法人48、ご注意ください。申告期限が過ぎると、特典が受けられないことがあります。まずは、無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は、0120-400-800、400-800。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。お聞きの番組は FM93AM1242。 ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。クレジットカードキャッシングの過払い金はもう時効で取り戻せないと思っていませんか？実は時効でも返金に応じるカード会社が何社もあるんです。あなたの過払い金も間に合うかも。無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10の中央事務所へ。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。Welcome to the radio show. Guest show. Let's get started. さあこの時間ザゲストショーと題しまして、ゲストと一緒に笑いをお届けしていきたいと思います。本日のゲストはあの私です。はい、笑福亭鶴瓶です。はい、お願いします。ありがとうございます。来ていただいて、いやいや、こちこち呼んでいただいて、本当に何度も顔出していただいてありがとうございます。いやいや、とんでもないです。そんなに丁寧にされたら怖いんですけどね。なんでなんですか。僕ら大師匠ですよ。大師匠って、なんか今日はヒゲファーっと生やしてちょっとワイルドワイルドね、かっこいいですよね。時計も2つしてる。だってほんまや。おしゃれですね。ちょっと待って待って、ほんまやってどういうことですか。あのね、はい、どういうこと。俺知らなかった。2つしてる時計で、実はこれね、はい、あんまこんなことやったら、あの落語の稽古したら時間計るんですよ、はい、でこれがものすごくややこしいね。これどこでゼロなのか分からへんから、はい、もう一つ、あ、ちょっと字が大きめのやつですね。そう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 、そこでこれでゼロなんねんね、はい、あんたこれでいいわ言うて したいけど、これ知ってたん忘れてて、はい、元のあ、そうなんですね。あ、落語の稽古ってもうなんかあるんですか。いやいやいや、ずっとまあそんな大体いつもやってんねや。すごいですね。いやすごいですね。でネタ業さんあるし、いろいろ変えなあかんからね。はい。いや、でもだって、落語って、まあ僕ら漫才でも長くても10分、うん、15分でしょ。そうそうそう、ね、落語って、30分ぐらいね、おネタやったら30分。30分ですよね。いやいや、稽古というか、もう口に馴染まさないと、形状記憶のようにしないと、うん、思いながら出てたってしゃあないから、はい、それをいつもここに、あの、あれで、できるんで、そうそうそう。かっこいいですね。そういうのね。うん、そんなもん、僕らないですよ。言うの嫌やったけど、二つしてたから言わなあかんのって。あんまり、ボケた思われたら嫌やんか。いやいや、そういうおしゃれかなと思ったら。おしゃれちゃうちゃうちゃう。ほんまですか。ほんま。ありがとうございます。ありがとうございます。稽古とかどこでしたんですか、師匠。まあ、タクシーの中でもそうやし、家でもそうやし、大体、そうやね。ずっとやるんやけど、ね。もうどこでも場所を。どこでも選ば、迷惑かからなかったらね。はいはいはい。で、ちょっと待ち時間ある。待ち時間の時はずっとこうやるんですけどね、はい、
俺を知らん人は何してるやろ、はい、そうですね。ブツ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 ね。怖がったらもいやいや、みんなね、こんなちょっと傲慢な言い方やけど、はい、そんなんじゃ知らんわけないやんって言うやん。はい、そんな鶴瓶さん長いことやってるから知らん、うんうん。まだ知らん人、京さんおるよ。俺、この間、ほんまほんま、そんなこと言う。この間、慶応の大学の近くで俺、居酒屋入ろうと言ったら、はい、キューッと待って慶応の学生やもんは。はい、エビスさんですかって言った。なんなんエビスさんですか言われたんや。で、俺、はい言うて、うわー握手したら向こうがじーっ見て、ほんまもんですかって言うか、はい。やったって。嘘、間違えますいや、だから、エビスさんにはよう間違われんねん。オーストラリアでも間違われたわ。ほんまですか。人間違いされたんだ。誰にか。二人やったら間違われへんやろ、それは。僕はうん、弟、兄、まあ、弟間違えられます、はい。それは許せるやんか。こっちは、エビスさんやねん。確かにね。エビスさん。よりによって。よりによって、エビスさんやん。ものすごいわな。ほんまに。そんなことあんねんな。すごいですね、落語からテレビから師匠。ずっとでしょ。全然休まないですもんね。デビューしても師匠は？もう52年やね。52年。昭和47年に入門して、その後ずっと、レギュラーやってたから。すごいですね。すぐ売れましたよね。すぐ売れたというか、うん、俺らはオーディション、はい、オーディション形式やったから、はい、オーディション取ったらもうレギュラーになるっていうか。番組の。はい、だから、1年目で6本ぐらい通ったから、で、その頃の話し方ってそうでございますとか、こんな言い方やったら、はい、俺こんなんやから、珍しいからやろ、はい、そうで ごありましてみたいな、そんなん通れへんねん。いわゆる話し格調。話し格調で、はい、俺こんなんやから、はい、うまいこと言ったやろな。はい。なんか僕好きなエピソードがあって、ね、鶴瓶師匠が自分の師匠に初めてお会いした時に、一発目に、師匠すいません、口に犬の毛ついてますって。昇格したんですか？いやいや、あれね。それ、初めておってやることがある。いやいや、だから、俺ね、なんでそんな怖くなかったんですか、そんなことって。雑抑制という病気やね、俺ね。はあ、いや、言いにくいやろけど、ほんまに。はい、あんた雑抑制ですよって精神科の人に言われて、はあ、ね、ほんまに。雑抑制って何なんですか、ね、はあ、したらあかんことしたなるんですよ。って。ほんで、師匠の口について言うと。口だと言うと取ったら、おもろいやっちゃな、言うて、合格したの。なるほど。はい。そんなん、でも気になるね、ここ知らない。いや、わかりますけど。ね、これから入るって師匠ですからね。普通は言えないですよ。でも芸人ってそういうとこあるじゃないですか。やったあかんことやったもんやな。面白いなと思いますけど、制御は聞きますけど、だからその制御。制御が雑抑制で、抑制が効かないです。そうなんですね。それでそれやっちゃったって。他だからそんなんいっぱいやってそうですね。いや、もうようあるよ。ね。はい、普通に、はい、病院行くやんか、はい、病院やで、はい、で、はい、隣で、どうでもええねんけど、うんうん、枕彦子さんって呼んではったんやん、薬の時に。ほんで、そんな名前おんのんって。そんな名前おんのかと。で、普通聞かへんやんか。はい、だけど、はい、聞かないです、聞かないです。去って行かはったから、はい、受付の人に、はい、枕彦子さんですかって聞いたよ。ほんで、受付の人が、誰がって言うから、今、薬の子で行かはった人、枕彦子、ちょっと、枕彦子さん、いや、お前が言うたやん。枕彦子、いや、見て、お前が言うたやん。言うてないよ、それは。枕彦子、ほんで、どこ、ああ、違います。小桜菊子さんです。結局、入ってくんねん。聞き間違えたことか。それを聞いちゃうんですね。聞いちゃうね。お前もそうやろ。いや、絶対。僕はそこまでもないですわ。それ聞かないですもん。いや、聞いてる。だから緊張した正式な場所とかって言ったら、やっぱり。師匠、葬式とか大丈夫ですか？もう絶対笑ってまうから、申し訳ない。いや、葬式とか笑ってまうっておかしいよ。俺、中学の時にね、はい、友達のね、はい、お父さんが亡くなったんやんか。はいはい、で、そこで、ずっとなんか、まあ、食べはるやん、あとなんか、お通夜の時に。ずっと小指あげてるおっさんいてて、それ友達と一緒に、小指あげてんだよ、おっさん言うて、ものすごいおかしかって、えらい怒られて、笑ったかんって言うて。笑ってまうねん。
そういうのあるやろ。まあまあ、いや、ありますけど、ね、まあ、あります、あります。でも、笑うとあかんけど、笑ってまうねん。なるほどね。もっとあったで、なんか、そう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 。はいはい、ミス、あのね、うちの近所の森耳鼻科のとこに、耳鼻科が忙しいやんか。はい。はい。ね、うん。で、誰々さん、誰々さん言うてはんねんね。で、俺座っててね。はい、あの、ミスター、エクスさんって言わはったんよ。そう聞こえたよ、その。あ、そう聞こえた。そんな人いないやろって。で、ミスターエクスって言ったら、おばちゃんやねん。で、俺こっち、こっちで点滴打って持ってて、と思ってパッと見て、こんなんなおなと思ったけど、はい、絶対押したらあかんやんか、その看護さん呼んだら、点滴打っても。あ、そうですよね。で、パッと押してしもって。あら。何ですかって言うから、いや、すいません、ちょっと、あの、変なこと、もう変なこと聞いてるのも自分で分かってんねん、はい。変なこと聞くようですけど、あの一番右の方、うん、ミスター X さんですかって言うたよ。言うてる自分がおかしなって。わかります。はい、はい。あ、変なこと聞いてると思うんだよね。はい、ったら、忙しかったから、うん、その看護師さん、えら怒らんで、はい、西田悦子さんですって。ミスター X と西田悦子。全然ちゃう。聞いちゃいますや。勝手になんかそう聞こえる、ね。聞こえんねん。そんな聞こえねんて。ああ。お前も聞こえるやろ。お前も聞こえるやろって。僕はそんな聞こえないですけど、俺聞かへんし、ほんで。ほんで、なんかわざわざ。そうやそう。聞くならあかんねん、俺。だから。そうですよね。聞いたらあかんねん。聞いたらあかんねん。聞いたらあかん。でももう聞きたくなるっていう、ね。聞きたくなる。あるやろ、聞きたくなること。いや聞きたくなる。ありますけど。ありますけど、そこまでやっぱりわざわざ言って。そうやねそれ。自分の聞き間違いですからね。そう。いや、もう聞き間違いと思ってないね。思ってない。思ってないね。枕彦子さんってね。小桜貴子さんってそんなん全然ちゃうやんな。ちゃいます、確かに。全然ちゃいますね。でもそう聞こえたからしょうがないっていう。あ、だから向こう困らはるわな。奥さんとかなんか怒られたりしないんですか？もういつも怒られる。今も怒られてるし、めっちゃ怒られてる。いや、でも向こう、はい、これはね、はい、こんな生放送で言うことじゃないんですけども、はい、女の人もちょっとあかんとこあるよ。あ、なんですか？あの、この前も、はい、あの、このペットボトルの水、うん、捨てたいから飲んで言うて。ちょっと待って、待ってた。俺の満たないやん。な。わかるやろ。わかるやろ。捨てたいから飲んでて。俺お前、言わないよ。言うたら揉めるから。はい、俺排水口やないねんか。おかしいやろ。おかしい、それありますよ。あれ、あれやろ。これ捨てたいから飲んで。このオレンジジュースちょっと残ってるのも、早捨てたいから飲んではありません。あんの？あるやろ。あります、あります。それおかしいで。おかしいで。排水口かよ。お前、いや、言わない、言わないけど。言わない。排水口かと。あの、ほうじ茶と麦茶。はい。あの、どっちかに、うん、どっちかにしたいねん、これと。はい。いや、二つ空いてるからどっちか飲んでって。いやいやいや、どっちも今の満たないやんか。あるやろ、それ。ありますね。なんであんなこと言わんの、あのね。冷たいね、なんかね。向こう、そのまま平気やもん。はい。別に、何の悪気もなく。いや、もう、ものすごい世話になってるしね。うんうん、あの、うんこの処理もしてもうたからね。悪いけど。昨日ですよね。全部してもうて、もうほんまあんなは、ね、あんなことしてくれへん。まあ、そうですよ、ほんまに。いやいや、この、で俺はうちのやつがおるから、もう今があるみたいなとこ、ほんまこれ、うん、何もなく、はい、ほんまにそうやわ。ほな、もう今まで若い時でも、おいとか偉そうにあんまり言うたもん。言うた。俺、喧嘩したことないねんもん。全く喧嘩したの。どっちか飲んで言うたら普通言うやんか。はいはい。ね。うんうんうん、それでも、一番どんなんやろな、うん。あの、その、自分の、あの、うん、ラックがあるやんか。自分の、はい、嫁の服、やつが、うんはい、なんかちょっと整理したかったよね。はい、だから、これをそっちへちょっと、また、うん、俺のとこへ、かけさせてっていうか、はい、おう、いいよ、いいよ、いいよって、そんな、持ってかけてるやんか。これ、で、後で直したらええやんか。はい。シワいってるシワいってるし、もっとこう、いや、後で帰んねんけどな。一応これ全部持ってきて、ね。一応全部持ってきて、こうするのに、寄ってる、もっとこう、よ、俺、お前の入れさせたってんねん。おうやろ。なあ、おうやろ。お前の入れさせたってんのに。よう、そんな、こう言わへんよ、言わへんよ。言わないよ。言わないよ。言わないよ。喧嘩せへんからね。はいはい。
お前のやないかって言うやんか、普通は。本当は言いたいとこやけど。本当は言いたいやん。いやいや、だからこれは後でしたらええことで。面白いですね。あるやろ、それ。腹立つで、ほんま腹立って腹立ったな。ないと思う。言わないのが偉いですね。偉いっすほんまに。昭和ね。いやいや、でもまあね、それはもう、言わないっていうことにずっと決めてるから、それから、まあ、喧嘩はないわいな。ものすごい。ああ、もう。平和。平和やわ。あの、平和というか、まあな、おもろいなとは思うけど、うん、あの、はい、パジャマのね、紐あるやん、パジャマの紐。はい、こっちがちょっと長く出た。ありますね。ちょっと、ね、あります。で、こっちをもっぺん出す、平行して出そうと思って、はい、必死にこう、キューキューしてたやん。ね、ほんだら、はい、何してんのだから、はい。いや、これをな、うん、あの、この紐出そう思ってた、うん、そんなんこうしたらええやん。こっち、全部ね、全部抜いて。いらんねん、これ。そんなことする？俺の楽しみやんか。こうね、平行にするのを楽しみに、腰あたりをグイ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 引っ張ってたのに。ピンピンと抜いた。いらんやんか。いらん、それいらんのかもわからへんけど。まあ、何のために今あんねん。面白いな。なあ。どういうことや？何のために今あんねん。いや、言わへんの、ね、我慢して偉いっすわ、師匠。サボテレビにしろ、そのネタに、まあ、落語もそうですし。で、お弟子さんもね、結構いろんなとこ顔出したりしてますよね、師匠。まあ、ね、うん、豆に。弟子の会とかね、行かなあかんから、もう取ったらしゃあないわね、取ったらなんとか。取ったらしゃあない。弟子に怒ったりとかするの、うん、怒るけど。怒りますか、うん、僕もあんま聞いてんな、ちょっと笑って。いろんなイベント。お前らが悪いんちゃうか、なんか。何ですか、ね、だから一般の若手の芸人が、うん、あ、師匠えらいいじられてるわ、みたいなことになったら、はい、あいつらも全然制御聞かへんねん。あいつらほんま。制御聞かへん。笑っとるの、ほんま。お弟子さんのコロナ禍の時にお弟子さんの YouTube で、師匠がそのお弟子さんの家に行って、お酒飲むんですけど、師匠、それじゃあ、こっち座ってくださいとか。怒らないですよね。怒らない。そうですよ。いや、出てくれ言うからやな。はい。出てんねん。なんで YouTube にお前の出なあかん。落語会出たりとか、ねえ、まあまあ、取ったら、もう取った責任があるからね。はい。怠け者やな、あいつら。だから、ちゃんと、切羽詰まってないね。なんで詰まってないのかからへんわ、金ないのに。はいはいはい。だから、切羽詰まるや、ちょっと。ね、まあまあ、ね、だいぶやるように、こっちが乗せていったらやるようになりよったけど、だいたい話し勝って、はい、まあ芸人って怠け者やんか。そうですね、基本ね。はい。まあ怠け者やな。はい、俺はもう若い子がずっと出てるから、はい、出とくことが当たり前は思ってるから、はい、うん、全然その、うん、なんでそんな仕事すんの言われないけど、うんうん、まあ、亡くなったらやめるけども、はい、亡くなれへんかったらそのままずっと出続けるっていう。あ、そうですか。ほな、まあ、例えば昔、さんまさんが60になったら、やめようとか、まあ、いろいろあるじゃないですか。もう、師匠はもう続く限り。いやいや、もう続く限り、やりますね、はい。続く限りというか、まあ、ありがたいことに。いやいや、まあ、すごいですね。だから、ずっと出続ける。いや、お前もそうやろ、続く限り。いや、まあまあ、それはそうだし、ね。もう、だから、いや、この間の、はい、あの、俺の番組のザ・ベスト。ベストは、はい、TBS。あれ出てても完全にはな、はい、大ラケさんの息になってんだよ。笑いながら。いやいやいや。いやいや、それ言うやろ、いやいやと言うやろけど、はい、それぐらいの、なんていうか、はい、楽しさっていうかな。はい、大ラケ先生も見てたけど、ほんまそうやし、うん、何やこの人だと思うぐらいなってんねん。いや、師匠も絶対そういうとこありますよね。だから、うん、ちゃんと古典とかできんのかなと思いますよ、師匠。できるやん。いや、ずっと、なんか やってたもん、これ、崩したことあるかな、これ、とか、なんか、そんな、ばーっとなんか。ああ、さっきの話じゃないけど、そうそう。崩したくなる。それはね、遅うから、その、52から落語始めたから。はあ。だから、崩したら、やっぱりこいつこんなんやと思われるから、一回ちゃんとやっといて、はあ。ね、一回ちゃんとやっといて、この間も芝浜をずっとやってた。はい、はい、芝浜。芝浜をやってた、大阪に帰ってやったのね。はい、はい、はい。で、舞台は芝浜なんです。はいはいはい。だから、大阪の男が、うん、吉原の、お嬢さんに好きになって結婚して反対されて、うん、こっちで魚屋やるっていう話にしたんだ。そうすると、喋りは、うん、男は大阪弁、はい、女は東京弁、はい、江戸弁でやると、いいコントラストが出んねんね。なるほどね。あれはやっぱ、俺の思うのは、暮れのね、はい、一番、まあ、
一番、うん、年明けるときに、うん、本当に今まで酒やめてた人間が、はいはい、ね、うん、飲もうとすんねんけどやめるっていう話やん、はい、もう、まあ、それ以上やめとこうっていうか、うんうんうん、再生する話やもんね、はい、そうですね、うん、だからほんまにやめるねんなっていうことやから、そこへ行くまでの形をどう取るかやねん。はい、いや、あんなんて俺がそう思うねんね。そこでも52歳まではもう全然落語をやる暇がなかったよ。いやいや、落語はやってた、やってたけど、現にそのなんか誰かに呼ばれたらやるし、はいはい、今度これやろうと思ったらやるしっていうんでやんねんけども、うんうん、残るものっていうか、自分が例えばラクダとか芝浜とか錦木兼業とか、まあ、そういう大きなもの、お直しとか、うんうん、大きなものをちゃんと残してなかったっていうの。だから今回逆に言うと軽いものやろうもって、軽いもんもやってるね。二人伏せとか。まあ別に軽ないけどね。で、古典なんよね。はいはいはい。うん、で、なんで52以下言うたら、小朝のお兄さんが、やってくれと。はい、とにかく、ちょっと落語界沈んでるから、盛り上げるために、落語やってくれよ、はい、と。で、いや、まあ一回やったんですよ、はいはい、お兄さんの会に。うん、国立の2400のとこやった。ほうほうほう。満杯やで。うん、まあ、すごい。すごいな、お前ら。そこで2400のとこなんか楽やったことないやんか、そんな。で、指定されたら、コアカレ、コア、はい、コアカスが。あ、コアカスが。うん。で、コアカスがやって。うん、それで、そこ、もうそれで終わりや思ったら、うんうん、今度6人の会作るから、あの小朝、はい、それから志の輔、はい、正蔵、はい、それからカロック、はい、それから翔太、俺と。はいはい、でも俺だけが大阪なんよね。だから条件としては大阪の話しか呼んでくれるんやったらやります言うて、うん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 、そのまでに、うん、うちの社も死んでたけど、その前に例えば小文師匠とか、はい、それから春男師匠とかこっちへ出てきてなかった、うんうん、でその人たちを出してもらえるんだなということで、うんうんうん、米朝師匠とかね、米朝事務所でやったとか、はい、それ考えるとどうですか、今の、あの、若手の落語家ってどう見てはりますでしょう。あの、大阪のところ。大阪も、まあ、東京も含め。うん、ああ、東京はね、うん、まだ、だから、もともとちゃんとした、うん、その寄席が多くありますから、鈴本とかね。ね、あの、末広とかですね、うん、それから、何や、もう一つあるがな、はい、あ、池袋とか、池袋とか、いろいろある、浅草とか、はい、ちゃんと、あの、落語するとかあるの。はい、で、これは、その、席亭が向こう持ってて、この人出そうと言って。なるほど。大阪は、あの、繁盛亭あんねんけど、話し家が決めんのよ。あ、そうなんですね。話し家が会議して、これ、こうやって。で、出番組むわけですね。で、いや、ま、これちょっと批判になるけど、はい、そんなんね、はい、あの、そんなんな、その、平等に出してもあかんやんか。やっぱり、おもろいやつとか、まあ、そうですね。やっぱりないとっていうところ。あら、そう、まあ、あの、2週間後には絶対来るわっていうような考えで、同じ話ばかりしようやつおるからね。ダメですね。いや、俺、上やから言えんねん。もう言えんねん。はい、はい。うん、まあ、こっちもいろいろやってるから。だけど、そんな怠けもおんねん、ほんまに。ああ。うん。ほんで、出てもらえるからで、うん、そんなおもろないの4つ聞いてみ、帰るで。ほんまに。確かに、確かに。何ぼか、何席か知らんけど、7席、8席、ね、うん、うん。どういうつもりなのと。やってる人間もこれでええ思ってるし、聞いてる人間は、いや、そんな何聞かされるか分からへんしな、難しいところですね。こっちはやっぱり、ちょっと実力のある人多いからね、若手で。はいはい、はい。若手でね。若手で、すごい。例えば、宮地とか。はい、あ、はい、はい。選ばれた、一之輔とか。一之輔さんとかね。うん、それとか、こちらくとか。はい、はい。白山とか。はい。この間も僕の会に白山呼んだんです。はい、はい。白山来てもらって、うん、白山の後に出るってしょんべんちびるよ大いに盛り上げますよね。そうそう、大いに盛り上げてちゃんと聞かしてるからね。なるほどね。あれをやってるんですか、まだ、うん、無学の会は。無学やってやってやって。あれね、僕らも出していただきました。そうそう、早かったやんか、もう出してもらったな。そうです、はい、そうです。今もう出てもうてるよね、うん、無学の会。まだそうなんですか。何年ぐらい続けて。26年。26女子のとこね。はい。だからあそこで今月に2回なってしもたんや。えというか配信、ああ配信したいっていうところがあって、うん、はいはいはい。
で、うん、だから、あの、出て配信されるの嫌や人おるからね。はいはい、はい。それから無学の会出すと。はいはいはい。で、それ配信されるの嫌な人はわかるやんか、うん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 。残ってしまうのが嫌やからって言うんで、はいはい。だからご迷惑かかるから、はい、無学の方には出てもらうけど、その配信には出てもらうの。はい、はい、はい。配信 U-NEXT かなって配信してるんですね。そうそうそう。そうですよね。うん。だからいろんな、あれ無学はいろんなジャンルの人。そうそう。まあ芸人ももちろん。はいはい、はい、芸人もちろんのことね。役者さんとか。役者さんとか、この間あの、うん、はい、何やら麺、ピャって、麺、ピャってする人。麺をピャって変える。変麺師。変麺。変麺師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 。変麺、ピャって変麺師。いやいや、それはラビットで見たんや。あの人おもろいなと思って、うんうん、で頼んで向こうも俺のこと知らんけど電話して、はい、出てもらえませんかってでやってもらったんですね。変面師普通な感じで芸人が変面する人おるやんか、それで絵描けの変面の仕方、はい、そうじゃないねん、ピャーってしよんねん。はあ、ゲストも全部師匠が、そうそう、よし、俺が読んで、はい、俺が弁当買うて、なんでで、お菓子もね、はい、やってくれるね、はい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 、やるやんか、あったやろ、はい、いただきました、うん、ありがとうございます。その後お食事まで連れて行っていただきます。そうそう、ありがとうございます。逆に僕らのねイベントにも師匠出ていただきました。ありがとうございます。本当に2011年にもベロッペロでそれはねちょっと今思い出すんだけど、前のね一班、はい、一班ですね、お寿司屋さんが、一班ね、はい、一班昔から言ってたけど、はい、久しぶりに、あ、一班やと思って行った、はい、でいや、もう行ったじゃないんですよそれは僕らのイベントがあるから、うん、そのまあ30分前でもちろんいいんでいうことで、30分前に入って楽屋でじーっとしていただくのが普通なんですよ。それなんでそこ入っちゃったんですか、寿司屋で。で、寿司屋、まあ、まあ、100歩譲って寿司入っていただいてもいいですよ、ご飯食べるんやったら。そこでたらふく飲む。いやいや、久しぶりにね、向こうのおばちゃんも、おたし兄ちゃんも、だから。いや、おたしじゃないんですよ。で、わっと飲んだらね、思いのほか飲んでもって。すごかった。問題だ。晩酌の量やないですもんな。ほいで、舞台出てきたら、いや、これはもうほんまに NGK 出てる人に悪いわ。ほんまごめんごめん。なんであんなことになったどう言われるよ、NGK で酒飲んで出たあんただけやん。いや、ほんまそうです。あんなよで出たんはもう師匠だけですわ。いや、他いないですもん。ほんまね、昔、こそめ兄さんもよう飲んでたで。あ、そうですか。聞いたことある。あ、まあ、昔そういう芸人さんやっぱ多かったですから。そうそうそう、こそめ兄さんよう出て、はい、正月寝てもたん、舞台で。寝てもたやで、あの人。照明でちょうど気持ちいいんでしょうね。多分ね、ポカポカあったかいね、いやいや、だからそういう意味では、はい、なんかいい空気やったな。そうですね、もう本当ありがたかった。ありがとうございます。さあ、CM 交通情報を挟みまして。はい、どうとや思た、これ。はい、CM と交通情報入ります。はい。クレジットカード、キャッシングの過払い金は、もう時効で取り戻せないと思っていませんか？実は、時効でも返金に応じるカード会社が何社もあるんです。あなたの過払い金も間に合うかも。無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10 JR コーポレーション。横浜で開発、造成20年の信頼と実績。タクリョウ建設グループ。TR コーポレーション。で、今すぐ検索。さあ、引き続き鶴瓶師匠でございます。はい、うん、はい、あのメールの方もたくさん来てますので紹介します。そうですか、はい、はい、ありがとうございます。はい、この方エリピョンさんから、ん、東京都、日曜日のそれ鶴瓶の家族に乾杯、よく見ております。ありがとうございます、鶴瓶さんが一般の方でもすぐ仲良くなれることがすごいですし、連絡先を交換して何年か経ってその方とお会いできるという記憶力もすごいと思います、うん、そういうのは子供の頃からなんでしょうか。まあそんな子供の、うん、いやだから子供の頃からは、はい、近所にあの井戸端会議みたいなのやったあるやん、はいはい、その中に俺も入ってたいう感じあっこの人こんなんやで言うて、うん、そうですの言うて、そうですの言うてる俺が小学校2年ぐらいの俺、はい、うわ普通興味ないですもんね、うん、子供やったらね、そこはああいうのめっちゃ興味あるね。いや、確かにお前もそうやろ。はい、わからんでもないそんな早の会話に入るそうしますね。面白い面白いね。ちょっとあの人おらんようになったら悪口はね何を言うてんねこの人さっきからな
あの人あれやね。悪口言うやろ。言いますね。これ何なの？何でしょうね。男あんなん言えへんよ。言わないです。女の人だけど、ね。女の人消えたらね、はい、あの人な。はい。人の結婚式って帰ってきたら絶対一回家寄ってみんなで悪口言って。ね、そこの両家の悪口を言う。顔がね、顔が似てるとか似てへんとか悪口言いながら。似ててもええのに。花親子やとか、ね、そうですね。あれ絶対花親子や。花親子って失礼な話やで。なんすね。いや言うやろ。なん、はい、で言うのやろ。子供のとこからそこはもう全然面白いと思う。面白いと思ってたよな。なるほど。え、中学校高校とかあの多感な時期ってどんな感じだったんですか。いやいや多感な時期はもう普通にこんなん。はい、いや今でもね。はい。幼稚園の友達から高校、大学の友達まで、今でも全部会いますからね。はい。いや、だからこの前に、はい、あの、サンドウィッチマンと番組やって、はい、はい、はい。あの、京都で。はい。で、サンドウィッチマンがディレクターに、はい、鶴瓶さんの大学時代の友達に会いたい言うとった。それ自分で勝手に調べるやん。はい、そのディレクターを。まあまあね、そうですね。せやのに、その晩ちょっとしばらくしてくれ。それさ、大学時代の友達知ってありますか、はい、知ってるよ、うん。連絡できますか、できるよって電話して。うん、で何月何日来てもらってくださいね。からお前、何月何日、サンドイッチマンってやんねんけど、来てくれる。行く行く行く言うて。で、4人ぐらい集めたんや。なんで俺が集めないのスタッフがやるやろ、調べて、ね。スタッフがやるやろ。ほんでね、その日、あいつは素人やから。はいはい。素人やけど、変に今もマスコミのこと分かってるから、はい、久しぶりやなー言うて、はい、この間電話で喋ったよ。テレビ用にしてくれるわけですね。なるほど。言うてええの言うてね。はい。そんな中の一人が、はい、あまりにも嬉しすぎて、はい、脳梗塞で倒れて、え？あの、ICU に運ばれたんと。はい、それと、あとの三人知らへんの、そいつが、村瀬やつ、はい、出んのが。はい。ほんで、俺のステイで倒れてるから、行、はい、かないしゃあないやんか。しゃあないっておかしいけど、大丈夫かなって、はい、姫路のね、伊保郡っていう遠いとこやん、はい。そこ行ったら ICU が、うん、まあ、まだ出てこれるやつで、うんうん、もうちょっと、ほとんど、目しか動けへんのよね。はい、でもね、もうあかんわ思ったら。で、また来るわなー言うて帰って、もう、はい、もう来えへんやろなーと思ってたんや。はい、ほんで、回復して。うん、はい、で、俺と電話で喋りたい言うて。ほうほう。いつでも電話してこいや、言うて、うんうんうん、電話かかってきたよ、そっちから、本社から。ね。で、ほか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 。いや、お前な、うん、ちゃんと喋れと。ちゃんと喋れて。いやいや、ね。うん。もうきっちり喋れる思ったから電話かかってきたよと。ね、連れやから言えねん。ええ。あの、なんやねん、その喋り方やったら。うん、はぁ、ないねん、はぁ。だから、脳梗塞じゃない。それは治ってんねんけど、はぁ、い、入れてないと。どんな裏切りやどんな裏切り。俺もびっくりしたよ。まだ治ってんのか、お前。って言うたら、はぁ、はぁ、はぁ、ね、で娘さんから電話があって、はい、メールがあって、はい、もうあの完全に治りましたと、ね、ただねまだ入院してないけどねただその歯も入れましたと入れたと入れた、はいうんはい、だから見に来てやってくださいまたまた、ね、そんな遠いとこ行かないな治ったらええやんか思ったから見に来てやってくださいで娘さんも思うよ時々ね、うん、歯が合わずに外れるんですそれが面白いんですよって書いたんです俺別におもろいから治ったらええやんかそうですねわざわざ行かんでも異母分やで遠いで、ね、すよね遠いですよほんまにね、いやすごいあお時間ですかもうねはい、お時間でございます。お時間。すいません。師匠、いつもね、日曜日のそれ、夕方4時からやってますけど、あさっての放送は、はいはい、鶴瓶さんと講師と共に交流のある、室剛です、ね。室剛さん。おぉ、がゲストで。はいはい、はい。もう1000回ですもんね、番組。あ、そう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 。ね、室剛がね。これからまあ、ずっとまたね、喋れる限り。歯来年よ。歯は自分の歯ですからね、はい、これは大丈夫です。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ショックテン、鶴瓶師匠、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。配送ドライバーの悩みとは、浦田さんに聞いてみた。
女性だから力がないにもかかわらず来た荷物を配達しなきゃいけないわけで、個数であれしちゃうとなんかそれがかなんかリアルで頑張った分だけお金もらえるみたいな感じになっちゃうんで、やっぱりあ今日はこんだけしかできなかったとか、こんだけできたみたいな、メンタルが苦しくなっちゃうかなっていうのは思いますね。配送の問題は社会の問題だから、アマゾンフレックスは配達個数に関係なく安定した報酬をお支払いします。委託ドライバー募集中、詳しくはアマゾンフレックスで検索。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、実はこれらの対象者の約5人に4人が給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので確認はとても大事です。まずはあなたも対象かご確認を。この給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。前から気になっていたは今日で終わり。今日の日本放送ラジオリビングは1日たった3分でお悩みを解消、今巷で話題沸騰の大ヒット商品がついに初登場です。東急スポーツオアシスが作ったスタイリーボールご紹介します。お聞きの方、内ももの筋肉の内転筋ってご存知でしょうか。この内転筋、日常生活において重要なんですよ。お腹や骨盤周りの筋肉とも連動しているので、ここが弱いと体重は変わらないのに下っ腹だけが出てきたり、歩いている時につまずいてしまったり、くしゃみをした時にヒヤッとするようなトイレのお悩みにもつながってしまうんですね。ただこの内ももの筋肉を鍛えるのって専用のマシンでもないと意外と難しいんですよね。そこでおすすめなのが今日ご紹介のこちらです。開発したのは会員数8万人以上誇るフィットネスクラブ、東急スポーツオアシスです。うわすごいすごい、押し出されるお二人も使っていただいてますが、使い方簡単で、リンゴぐらいの大きさのスタイリーボールを椅子に座って太ももの間に挟んでスイッチオンするだけです。かなり振動してませんか。ね、1分間に最大3500回も自らブルブルと振動しまして、はい、内ももの筋肉を効果的にこう内側からキュッと刺激しているという。よく言われるんですよ、この内転筋に鍛えてくださいって、はい、そうなんです ね、 ただここ難しいんですね。難しいんです。私あのジムではボールを挟んで、ね、ボールをこう潰してくださいみたい な、はい、あなるほど。それがなかなかできなくて ね、 なかなかね、ただ座ってこうやって隙間時間にできるという、はい、1日1回たったの3分で OK です。はい、強さの調節もできまして、ね、レベルアップもできますからね、はいはい、まあ、意外とパワフルですよね。すごい。東急スポーツオアシスが作ったスタイリーボール、メーカー希望小売価格が14,800円のところ、期間限定特別価格で税込み9980円です。ただこの1万円を切った価格で購入できるのは今日から7日間だけとなりますので、はい、お悩みの方はお早めにどうぞ。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86、0120-1242-86 までどうぞ。個人差はもちろんあるんですけれども、実際に2ヶ月使ったリビングのスタッフはベルトの穴が1個縮まったと大喜びしていましたし、階段も前より息切れしなくなったし、足も上がるのでつまずかなくなったと大絶賛しておりました。そうか、あの意味なくつまずくやつですね。そうなんです、意味なくつまずくやつですね。何もないところでっていう、もうがっくりしてますよね、ああいうことあるとね。他にも実際に愛用されている方からは、ふとした時にヒヤッとするトイレのお悩みが気にならなくなったような気がするだとか、うん、猫背だったんだけれども姿勢が良くなって肩や腰の悩みがなくなったなど、嬉しい声たくさんいただいていますよ。椅子やソファーに座ったままながら運動できるので、とにかく簡単で楽にできます、はい、強さお好みで5段階に調整可能です、はい、これ内もももちろんなんですけれども、はい、足の裏や肩、はい、これ付属のカバーに入れて背中に使うなど、全身のボディケアにも使えます。
お色はレッドとネイビーからお選びください。すごい力、うん、ね、つゆさんジムのご経験があるのでね、より分かりますよね、はい、ここ一番面倒くさいんです、内ももの鍛えるのが、はい、そうなんです、手軽ですよ。東急スポーツオアシスが作ったスタイリーボール、メーカー希望小売価格が14,800円のところ、7日間限定価格税込み9,980円です。関東1都6県は送料込みです。お届け返品についてはお問い合わせセンターへ。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ。カバライ菌の確認は 0120-1000。 忙しくて時間がないあなたでもカバライ菌の確認はとっても簡単。はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか？昔作った紫のカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか？毎回4万から5万かな。何年くらいご利用されていましたか？5年かな。ですと30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのようにあなたが受け取れる可能性があるかすぐに確認できます。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。金額や期間を覚えていなくても大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。さあ、今すぐ、過払い金の無料確認ダイヤル、0120-10-10-10-10-10-10 へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。男のメンツが。立ち往生？いや、そうではなく、男のメンツが。立ち尽くす？横浜の赤ひげ薬局に行けば男のメンツが立つ。そういうことね。赤ひげ薬局来てね。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村ならどんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計ブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999 157-999。出張買取はカメラの北村。資産運用として株式投資についての基礎知識を知りたい方、そんなあなたに株式投資初心者セミナーを開催。2月25日日曜日午後1時30分から、場所は日本放送イマジンスタジオ。詳しくは日本放送生活の窓口で検索。さあ、それではテーマメールいきましょう。師匠の話でございますね、はい、この方江戸川区のつづりさん。私の師匠は中山きんに君です、うん、運動不足解消のために筋トレを始めたんですが、数ある運動系 YouTube の中でもきんに君の世界で一番楽な筋トレという動画がとても良かったです。初心者にも、挑戦しやすい内容で、自分のペースでゆっくり一回一回を丁寧になど、両面の向こうから激しく、優しく励ましてくれる様子はまさに師匠。動画の再生回数は1900万回超えなので、お弟子さんもたくさんいると思いますよ。筋肉ね。僕もあの YouTube 見ながらジム通ってましたからね。うん、もう十分できます、それで。あ、ジムまで行かんでもその YouTube でその運動系のやつを見れば。見て、それで覚えてジム行くんですよ。覚えてジム行くんか。だから誰にも習わずに、うん、あ、そうなんや。だから筋肉のやつはすごいですよ。あらしいです、ね、ほんま親切丁寧に教えてくれるから、これだけでいいんですよみたいな。これでも気ぃつけらんかな、これなんかずっと喋ってばかりでなかなかやれへんみたいな。あ、あるあるあるねえ。あのすぐやってくれたらいいんですよ。あるんです、あのうんちくをずっと喋ってる人が、うん、あれ一回言うてかった、なんかギターの YouTube でなんかギターの YouTube、うんうん、ずっとギターの歴史喋って引かんまま終わった人いますね。あれも考えもんですよ。この合いが言いたくなんのもね、まさらわかる、喋りたいんですよ、喋りたいよね、そのことに関してね、気持ちは分かる。マッサージもよく見るんですけどね、骨の説明して終わった人いますせえへんのかいマッサージっていう。寝てる人おんのにね、一回もその人に触れず喋ってる人いましたよ。本当にそう、バランスがね多分難しいと思いますけども、うん、この方は、衣さん、東京都の方。私の師匠は
東島さんです。え、なんだ、老若男女に、男女に愛される清潔な髪型にメイク、可愛らしい笑顔、爽やかで生活感のある白いお召し物、几帳面に書かれている観察ノート、きちんとマイボトル持参でお茶を飲むエコで健康的な習慣、他の人を不快にさせずに話題を切り上げたり、トークをまとめる素敵な進行、綺麗で美しい声などなど、毎週姿を見るために背筋が伸びております。あら、はい、すごい、女性の方、女性の方、嬉しいですね。あら、すごいね、え、 うん、こんな、こんな褒められると、ね、本当慣れないことですね。ねえ、今日あれ、あれは、あの、その、マイボトルは隠しましたけど、ペットボトル使ってます。あら、あれ、マイボトルはないんだけど、マイボトルじゃないんだよね、今日はね。違う、こういう時もありますよ。今日は2回限定、トラック協会がお送りする日本放送ニュースです。ニュースデスク、森田さん、お願いします。はい、お伝えします。石川県輪島市で能登半島地震の被災者向けに建設された応急仮設住宅の内装が今日報道公開されました。この仮設住宅は観光施設輪島キリコ会館の東側の多目的広場に地震後初めて完成した平屋で、明日から18世帯55人が入居する予定です。広場に建設されたのは 4DK4 戸と 2DK14 戸で、断水が続いているため、浄水をためる受水槽と下水の浄化槽も設置されました。取材に応じた輪島市の坂口茂市長です。2007年の時にもですね、能登半島地震がありまして、その時もあの仮設住宅を建てていただいたんですけども、その時代と比べてですね、まあ、格段にあの質が良くなっている、そしてあのすごくあの暖房関係にもですね、配慮していただいているということですね、あの安心して住める建物になっているなというふうに感じました。仮設住宅について輪島市にはすでに4000件を超える入居申請がある一方、市内で先月末までに工事が始まったのは548戸にとどまっています。政府は今日、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う帰還困難区域での居住再開に向け、国費で放射性物質を除去する特定帰還居住区域の範囲を福島県大熊町で拡大しました。住民の意向を踏まえ、大熊町の計画変更を認めたもので、去年9月に認定したおよそ60ヘクタールの範囲からおよそ440ヘクタールに拡大します。これにより現時点で帰還を望む全198世帯の宅地が網羅され、集会所や墓地なども除染対象に含まれることになりました。しかし避難指示が解除される時期はまだ決まっていません。自民党安倍派の政治資金パーティー裏金事件をめぐり、政治資金規正法違反の罪で起訴された衆議院議員池田義孝被告の政策秘書柿沼和弘被告45歳について、東京地裁は今日、保釈を認める決定をしました。保釈保証金は300万円で即日納付されました。一方、検察側はこの決定を不服として準抗告しました。池田被告側も保釈を請求しています。おしまいに、森山文部科学大臣は今日の閣議後の記者会見で、日本中の小学校にグラブを寄贈したアメリカメジャーリーグの大谷翔平選手へお礼のメッセージを送ったことを明らかにしました。メッセージは日本語と英語の両方で、子どもたちの健やかな成長に大きく寄与するものであると感謝御礼申し上げますなどと綴ったということです。この時間のニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。いつでも注文でき、すぐに届くネット通販、いつも品揃えを絶やさないコンビニ、そこには当たり前の日常を支えるドライバーがいます。ドライバーの労働環境の改善にご協力を。千葉県トラック協会。さあ、テーマメールいきましょう。テーマ、師匠のお話でございます。この師匠、はい、エビチャーハン、福岡県田川師匠、エビチャーハン来てますよ。聞く、昔の寄席の楽屋。私の髪型の師匠は鶴瓶さんです。美容室で若い頃の鶴瓶さんみたいにしたいんですと写真を見せて、希望通りのヘアスタイルになりました。ふわふわでとても気に入っております。あのもじゃもじゃヘアですか。そうですよね。あ、はい、あのあれなんて言うんだっけ、どうするした、
アフロ、アフロや、アフロ、あの当時にしては、もうめちゃくちゃ怒られたらしいですよ、先輩に。目立ったでしょうしね。目立ったとはね。オーバーオールでね、オーバーオールで、いや鶴瓶師匠のファッションぜひあのインスタで見ていただきたいんですよ、ね、かっこいいですね。番組 X で今上がってますけど、いはい、若い、かわいいの着てますね。なんかスタイリストさんがついてるんですかね、やはり。あ、そうかな、自分で選んでる。師匠もさっき、目の前で見たけど、もう70、何歳でしょ。70後半かも、あ、まだ2歳かしら。見えへんで、びっくりした俺。ねえな、時計二つしてるのはちょっと今あるのかなと思ってました。気づかへんかったよね。気づかへんかった。でもまあまあ若いよ、まあ、ファッションもね、かわいい、昔からやけどね、ほんまに。やすごいですね。すごいですね、はい。この方は、栃木県の方、まきちゃん。私の、恩師は高校の時の部活の顧問のおじちゃん先生、今はおじいちゃん先生です。メガネのレンズが上に開くタイプのメガネをかけています。あったな。ね。おじいちゃん。昔は厳しかったかな。ループ体して？ループ体。国語の先生のイメージがありますけどね。そうね。おじいちゃん。昔、今なんかおれへんね、おじいちゃんの先生なんか。俺らの時おばあちゃんとかおったよ。おばあちゃん、確かに若いです ね先生。そう、みんな若い、ね、ちゃん。あれでも60過ぎてた先生けど、あれなんでやろ、退職はしてなかったのかな。どういうシステムで働いてはったんやろ。何やろ、思いっきりタバコ吸ってたけどね。タバコ吸いながらチョーク持って、うん、そう、あれ今考えられへん。小梶先生、小梶先生、覚えてる。そうですか、うん、こんな三分の二がな。灰皿置いて、灰皿、そう、教壇に灰皿置いて、そう、職員室も、モックモクで、モックモクでしたもんね。男の先生の下のとこもよう一升瓶とかありましたよ、ね、あったあったあった。お酒飲んでまして、放課後マグカップでな、昭和ですね。あったんやけどね、今なんかもう全員先生若いよな。若いです、若いです、若いと思うわ。ルールも厳しいでしょうし ね、 ね、いや、そうそう、先生自体の ね、 大変でしょうね、ルールとかね、多分いっぱいあると思いますけどね、はい、はい、いけますか、まだ。さあ、この方は京都府の坂さん。学生時代カセットテープに好きな曲をいろいろ入れてプレゼントしてくれた友達がいました。私が知らない曲やアーティストばかりでしたが、とてもかっこよくて毎日そのテープを聴いてました、うん、それ以来その友達を音楽の師匠と呼んでおります、今二人ともおばちゃんになって音楽の話とかしなくなっちゃいましたが、私の中では今も彼女が聴いている音楽は最高だったと思います。テープに入れんのうまいやつおってんな。あおったね。あのうまいことハマれへんねん、曲が、何曲もあって、はいはい、うん、B 面に入れなしょうがなくなるねんけど、そんな師匠もいらっしゃったと、はい、そうなんですね、はい。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村なら、どんなカメラでも高く買い取ります。さらに、時計ブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999、出張買い取りはカメラの北村。ベリーベスト法律事務所より、B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、実はこれらの対象者の約5人に4人が給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので確認はとても大事です。まずはあなたも対象かご確認を。この給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。こんにちは、宇藤由美子です。今日のウドラジはスナック由美子、ゲストに松本秀夫さんをお迎えします。思いがけない実況の失敗など伺います。宇藤由美子が3時をお知らせします。